真ん中の台でユリーヌとフィオナお願いします。スキモー The Wheel of Fate is turning Rebel One。 オオカさんは水引き絶倒、まだ書いてないぞ。次のトーナメント、こっちちょっと早めに始めていこう。ランバト始まってまいりました。盛り上がっていきましょう。左の方が終わってない。終わる、すごいヘリ全然強い。一方選手が、タイマニン雪風アキさんですね。このパスウェイトアマネがちょっと触られると厳しいロンが多いのですかね。バカラしっかり空投げで受け身変わろうとしていた。形をチェック。ジャンシーが一発がえげつない。ロケルスケタイクカウンターはしない。でも気にしない。レベル3まで持っていく。あ、下段させたかった。レベル3ドリルゲ受け身やかれない。お飛び読み。だがチーが使ってゲンカが入ってしまうけどゲージがないのでまだ死なない。オーバードライがたまりそう。ファーストがある。まだ全然ある。タッチパンスカスが怖かった。ダンディーが使って体力は40と 10%。 グレンから逃げていく。ダンシーが当たって下に殴りのダンテス。勝ったのはアキさん。私は倒せん。ハクメンウィン。トパンでさってしかしバックジャンプ。セスト。The Wheel of Fate is turning。 さあ、録画台の方実況していきます。Q さんのアウトライル対、AG さんのニュー。ちょっと名前が読みづらい。真ん中の台、次の試合が、K 坊さんと鬼畜メガネさんお願いします。 K 坊さんと鬼畜メガネさんお願いします。やっている間にレイジーが干渉されて弱点がついている。とりあえず距離を離して、この日今仕事中。ファースト相手側面を上位置。さあ時間がかかった。弱点がなかったけど死にきる。一本目は Q さん。さあ第2ラウンド、まずは下がってよ。警報さん、メガネさん、伊豆さん、一戦目の攻め俺です。投げを使って、ガンガン差し入れ、手段が見えない。クラッシュトリガーを使ってダメージを伸ばしていく。画面始まりのボタが電子ライターロス中段入ってめちゃくちゃ続いた。回っていかれる。せっかくこんだけリードを作ったんだからこのラウンドは取りたい。ここまで固められて、ゲラ入って、バースト。さあ、ラビット使って、重力でなんかすごいテクニカルドロップ、しかし落としてしまった。青石しかも。あと、5B だったかな、振ってる間に蹴られて、AG さんが1本取り返す。惜しい。さあ、AG さんがガクガク立って、
画面はデスイリング。ほら頑張れ。ガッピン使いまして、ガッピン引っ張ってくるになる。惜しい、心地いい。そこから剣をついて前に転がるのがすげえ怖いんですよ。少しは本気を出して、オーバードライブされて、なかった。消えてガーキャンが悲しみを背負う。画面端を捨てていく。全然あるよ、これあるよ。落としてしまう。焦っちゃダメ、焦っちゃダメ。ああ真ん中で終了しました。キシキメガネさんの勝利。さあスッとやった、やりおるやりおる。じゃあ次の試合いきます。大卒キッド、なかなか今日は何人か見ない人がいらっしゃるんで、The Wheel of Fate is turning。はい、Rebel One Action。 これ言うたら、あでも前大体前までは鬼畜メガネとフィッシーってのが最悪の流れがめっちゃ直ったすごかった。あ言ってる間にめくりからジャンプ、あダメージを取っていく。あこの前スパークを貯める以外多分やることがないと思う。危ない、どうだ、挟まれた。ガースがしっかりできている。結構減る、4700。最後締めてなければ全然減る。磁力がついている。姉が壁になってしまった。一本選手は伊豆直人。レベル2アクション。砕けろ砕けろ。まあ、お姉ちゃん殴りたいけど動かしていないので判定が出ていない。まさかのチャージでガードするけども、そこから大惨事になる。おきでね、 6C を重ねている。社会園から立ちに磁力つけたけども、あまりジャンディーが入ってしまうよ。あ落としてジャンディー C が当たらない。この立ち先端、この距離は本当にチームがやることがないです。ここから裏めくりは見えている。これ好き。そう。まあ当たってワンチャンス。ちょっと安いけども、まあ気にしない。マッチパンからダメージを取っていく。ネジハンマーで状況重視。いいかと思ったけども、あこれはまずい。お願い。フレッチの硬直にシャガパンが入って、ボディが当たる。ワンチャンあるよ。引き寄せて。うおービバーチをしっかりゲージ吸っていく。取り返していくのは大卒機。いいよ、選手としての心得。レベル3アクション。何なのね、バーストはないけども、先に触っていたのはアーティーが。これはある。ボディ3発でカルルの体力が3割消えた。4発目5割。何ももうもらえない。危ない。ボディ確定ではなかった。おおすげえスピード。あボディをブンブンして、ここはアニビーでボランティアが刺さる。落として残影やってる。右の方が勝ったのがミロクさん、おめでとうございます。これ好き。これ好き。私はできるか。
さあ真ん中台はオールさんがグイグイ押してる。さあ6話台の方の実況をしていきます、ジャスティスカラーの白面台、デフォルトカラーのテイガー、グランディアさん対モモさん、まず触っていくのはモモさんで、しかしテイガーが引き出す。グーナンがカウンターヒットして、威力ないんですよ。しっかりコンボする。これ断絶巨乱アクション、クラッシュトリガー見えてからバーストを親知力つけて 6A はしっかりボディーアップ 3C カンタキックから押してない。当て身が上手いですね。さあリアルにコンボでしっかり入れている、かっこいい。3600、さあ A ドロにコタロを送られて断絶がくらいか、補正が切れてこれは押すでしょう。1本目はモモさん、終わらんぞ。レベル2、さあ第2ラウンド開幕 3C、 コパンで触って青いけど威力までついた。さあ中距離威力がついているので、ここはヘイガーの前ポータルが入って痛い、チャンシー痛い。さあひょこひょこしているがスパーク刺されてバックスト、しかしカウンターが取れた。おいしいぞ。通常投げはしっかり抜ける。さあ威力がない。あとは真ん中で勝ったのは、ホールさんです。おめでとうございます。お手元補正切りの A のラー見えません。3600、さあ雪風ですかし当てに当たって、あ、はい、投げが通った。まだ入っている。次真ん中の試合、長さんと正岡さんですと言ってる間にグランディアさんが壊しで死んでしまった。スパーク入った、 2D 突っ込んで、しかしパーク。さあ録画台実況していきます、内山さんとノライチとキエオさんのバケツに12段対12段。さあまずはライチは棒を飛ばして狼にかかるのを待つ。狼はライチの体重が飛んでいく。画面始まり誘導された。こっからが辛い。カードが飛んでいって完璧な追い出しで勝利を持って、さあライチの構えだ。バースト入って逃げる。棒が入って、さあベシベシ入れていく。青いけど画面まで運んだ。中段入って、昇竜さんまだいる。しっかり捕まっている。画面端を入れて殺し切って1本目は内山さん。さあ第2ラウンド、まずは狼が飛び入れてくる。真ん中の台テイガーが新しく背負った。真ん中の台、次の試合ですね、ウニさんとキッシーさんお願いします。ウニさんとキッシーさんお願いします。ウニさん、はい、キッシーさん、キッシー、真ん中だよ。さあ棒に引っかかって、大地がピッピッ空投げやってバーストを当てる。オオカミが棒に引っかかって、あっと噛みつかれた。さあ棒を飛ばして、棒の攻撃判定を直す。さあ刺されて、まだいける、まだいける。さあ棒を飛ばして引っかかった。中段が入って、おっと割り込みの 4A。
4A だっけあれ、まだや。レボー3アクション。さあ最終ラウンド、まずは棒を飛ばして狼が引っかかるのを待つ。狼が暴れ回ってベテランを飛んでいる。そして画面端、狼は上から飛んでくる。6C の 6C 集団狼はしっかり見て、中段入った、出して繋がらない、中段入って、画面端コンボ、しっかり裏回って画面端を維持。さあバースト吐いて勢いを離す。しかし体力は2割ぐらいですね。ここからちょっと待って、絶望的。おっと、棒に向かって飛んでいったところに狼がかかって、画面端誘導、バースト入って速攻距離を離す。さあ中段入ったけど何もね、ラビったところにガーキャンが飛ぶ。やらかな切り返し、真ん中の台を割って一瞬7勝です。あっと、ケオさんが化けてしまった。真ん中の台、次ですね、大岡さんとナオさんお願いします。大岡さん、ナオさんお願いします。大岡さん、ナオさんお願いします。クジンの問題です。The wheel of fate is turning. Rebel One. Action. ユーナの秋田の発明隊、ケヨナさんの、狭間。お互いも名前のところに名前が入ってます。さあまずはケヨナさんが触ってき、側面が裏回って画面を消し去る。ウロコのキッチング入って、かざって入ったバースを持ってさあ、ラビ入ってきて、ラビ入ってターンを取り出していく。ダンデス入った、ダメージを連れていき、上回って三振、避けられた。一本目はアーチさんのハグメ。さあ第2ラウンド、パザマがペッチ触って画面端へ誘導、投げてしっかりマンゴーを出ていく。レシベ刺さっていく。さあ雪風で雪風であって入って、ダンシングの人が心を伸ばして接近しながら触っていく。さあ、しっかりガードしてる。さあ、投げは取らない。怖い。中段しっかり立っている。三者入った。しかし、これも残らない。さあ、お互いにエースの球も結構ある、全部ある。バーストもお互いあって、あっと、裏バス、プロボロスがここまでに先制に進んでくるか。はたまかさんを取り戻して、バースト吐くタイミングがない。2本目はヘヨナさん。できればもう立たない。さあ最初ラウンド、ジャンピー入って正しく入力コンボ入れていく。カーブの締め2200、投げが届かない。ファンの投げ範囲なんか狭いです。なんだそれ、伸び込んで、伸び込んで、伸び込んで、
お待ちです。真ん中の台ではナオさんが戦術に勝っている。甘い捕まりませんよ。それでは次の試合、真ん中台の方をお願いします。レイジーさんとキチクメガネさん、レイジーさんとキチクメガネさんお願いします。さあ、ユーマさんが空投げからコンボをやっているか。超低空空投げ。これからが本番ですよ。さあ、オーバードライブやってバースト対策、それともやりたかっただけなのか。フィオナさんの勝利です。おめでとうございます。もう終わりですか。狭間ウィン。レイジーさんとメガネさんです。